モンスターズインクの冒険を覚えていますか？これはあのマイクとサリーが子供たちを怖がらせるモンスターになる前のお話。みんなお行儀よくね。いないのはマイクね。お待たせ。ここがモンスターズインクだ。誰だって子供の頃の夢がある。最強の怖がらせ屋になりたいんだったらモンスターズユニバーシティに行くんだぞ。難しいのはその夢を持ち続けること。ようこそモンスターズユニバーシティへ。最高！マジかよ、ついに大学生だ。ここは怖がらせ屋を養成するエリート学校。世界中のモンスターの憧れの場所。遅刻しちゃう。最高の親友がこのドアの向こうに。最高だろ。サリーだ、よろしく。よろしく。さあ、怖がらせ大会の開幕です。スーパースター参上。誰よりも小さなマイクは誰よりも努力することで夢を叶えようとしていた。絶対ナンバーワンになってやる。もう結構、あなたは怖くない。怖がらせ屋になれっこないわ。夢を叶えるためにずっと一人で頑張ってきたのに。諦めるな、まだ何か方法が絶対にある。まさか人間の世界に。かわいい。え、人間の子供は危険だ。ドアの電源を切りなさい。大変だ。やめて。ねえみんな、諦めなかったら夢はきっと叶うよね。あなたも戻れなくなるわよ。ダメだ。マイク。モンスターズユニバーシティ。